近田俊正は、富山県都並市出身の元プロ野球選手。現在は、北海道日本ハムファイターズの2軍、外野守備走塁コーチを務めている。右投げ右打ちであったが、高校に入る前に左打ちに変更。富山県立高岡商業高等学校時代は、外野手で、プロバスケットボール選手の野尻誠一は、同級生だった。 東都大学野球連盟の国士館大学時代に3年秋に、東都2部リーグの首位打者に輝き、持ち前の俊足と強権から2部の一郎と称された。4年時は首相。2002年のドラフト会議で日本ハムファイターズから6巡目、指名を受けて入団。プロ1年目の2003年には2軍で打率3割、14盗塁を記録し、1軍でも、 プロ初打席初安打となる三塁打を大阪近鉄バファーローズの岩熊久氏から記録した。それ以降2年間は怪我などで伸び悩み一軍出場はなかったが2006年に開幕一軍入り。すぐに二軍落ちしたが同じ外野手の稲葉厚引と坪井智也が8月5日6日に相次いで故障したことから最小格のチャンスを得る。主にダイソーとしての起用だったが、 この年初先発出場の8月13日の千葉ロッテマリーンズ戦で先発の渡辺俊介からプロ初打点を挙げた。以後も渡辺との対戦時に高打率を誇り、小田智幸と共に俊介キラーと呼ばれるようになった。同年秋のアジアシリーズでは出場を辞退した現役を引退する予定の新書に代わり3試合に左翼手として先発出場した。 2007年は、飯山博と共に代走及び守備固めとして、試合終盤を任され、94試合に出場。リリーフ保守の中島聡を含めた、スーパーサブトリオとして、トレイヒルマン野球の一端を担った。4度の代打機会で3アンダーを打つ勝負強さも見せた。2008年は、森本の離脱時に先発出場が増えたが、 打順を落ち着けてもらえないなど起用が安定しなかったことやシーズン終盤に足を痛めたことで打撃面では飛躍することができなかった。しかしダイソーとしては前年に続きここぞという場面で起用されチームを何度も救った。2010年11月9日ウィルフィンオビスポとトのトレードで砂賀秀樹と共に読売ジャイアンツへ移籍した。背番号は44。 巨人時代2011年シーズンは開幕から一軍に登録され、打撃面でも好調さを見せたものの、右肩を痛めた影響から4月26日に橋本至ると変わって登録を抹消。5月14日には故障の小笠原道博が抹消されたことで一軍昇格するも、6月10日に再び抹消された。一軍出場は2006年と、 同じくわずか21試合に止まり、以後は故障もあり二軍戦の出場も減少。同年11月15日に戦力外通告を受けた。その後、12球団合同トライアウトを受験し、11月27日に北海道日本ハムファイターズへの復帰が決まった。背番号は67。日本ハム時代再起をかけて、2011年12月5日に、 右肩鍵盤,盤部のクリーニング手術を受けるが完全には回復せず一軍出場がないままシーズンを終えた。その後、現役引退と日本ハムの2軍外野守備総類コーチ就任を発表した。2014年7月1日より大塚工事に代わって日本ハム1軍外野守備総類コーチに担当変更となる。50メートル5秒9。 遠投120メートルという強権と瞬速を生かした守備範囲の広さには定評があった。ありがとうございます。